まで始まりました道チャンネル。さあ、ここからです。藤原先生においでいただきまして、よろしくお願いします。東進から武田塾への移籍2人目ということでおめでとうございます。おめでとうございます。自由の身になったということで。自由の身なんだ。なるほど。まあ同じようにね、当初の契約では授業できなかったですから、今後は授業がね、自由にネット上で出せるようになるということで。そうですね、 YouTube でも映像授業を出していきたいと思いますし、はい、あとは塾向けに映像授業を提供するであるとか、いろんな YouTube チャンネルにも出演を積極的にさせていただいて、武田塾に入るということで出てはいたんでね、ちょこ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 登場はしてたと思うんですけど、移籍すること自体はもうとっくに知ってましたし、そもそもね、移籍最初の時にするかどうかの相談を受けましたよね。もうおっしゃる通りで、どうやって移籍しましたかっていうのとなんで移籍しましたかいろいろ聞いて、聞かれたんですよ、はい、根回しするにはどうすればいいだろうかと思いつつそうそうそう、そういうのだった。2年前になるってことですか。そうですね、タイミングとか、うん、武田塾以外にも、はい、ヨゼミにも在籍しますし、大野塾イズムにも在籍する。 そうそうそう。あと自分でも映像授業の販売を情報ラボっていうところでやっていくので、うん、いろいろ知ってはいたんですけど、その辺の話を深掘りして行こうかなと。ちなみに僕は東進入ったのが、東進入ったのは何年前なんですか。3年前ぐらいの話です、ね、で3年前に入りますっていろいろ出てた時に、ツイッターかな、当時のそれ見た時にすぐ辞めるだろうなと思ってました分かってるんですよ。なぜかっていうと、僕東進嫌いじゃないですかね。それ勘違いじゃないです。東進に親を殺された男とかってよく書いてありますけど、東進が嫌いなんじゃないです。東進は全国全然塾とかがないところにも有名講師、一流講師の授業を届けるといういいシステムを開発したところですから、授業を進める人にね、たくさん取らされちゃうとかっていう問題はあったと思うんですけど、僕が見てた問題点っていうのは、講師を駒にしか思ってないっていうですねそこが非常に良くなくて、ガチガチに契約固められるじゃないですか。自分で売ることができる人からすると居づらいところなんですよ。おっしゃる通りで、経営者気質っていうか、マーケティング意識がある先生って珍しいと思うんですよ、はい、予備校の世界だとコマとして使われる方が気が楽っていうタイプの先生も結構いると思うんですけど、どっちかっていうと僕は経営者タイプっていうか、自分で授業を売っていきたくて、マーケティングしたくて、数学専門塾とか情報専門塾とかピンポイントでニッチなところを攻めていきたいなって思うタイプの人間なので、なのでちょっと居づらいなっていう気持ちはもちろんありはしたんですけども、ただ東進っていう名前をいただいたので、それで影響力が増した、3倍ぐらいにはなったかなっていう気持ちがあったので、その感謝の気持ちっていうのもあって、自分で塾やってたし、で YouTube の活動もやってたんで、 100% 辞めるじゃんと思いながら見てて、雇ったやつバカだろって思いながら、誰が雇ったか分かってますけどね、それはすぐに分かってました。情報が、共通テストも始まる前に辞めてるわ段階だったんで、仕事がないんですよ。まず絶対仕事がないけど、契約上はこれだけ保証しますとかっていうね、嘘契約を結ぶことになるわけですよ。そんなの分かってるんで、こっちいた人間なんで。そうしたら、まあ案の定そういう感じで、唾だけつけておいて、何も、最初の情報の授業を取って、その後何もないみたいな感じになるだろうなと、投資に入りますっていうツイート1個見ただけで僕はそう思ったんです。そうですね、情報っていう科目は最初はマイナー科目、割合はどんどん大きくなると思うんですけど、最初は基本的な講座と、あと IT パスポート対策講座と、あと模試の解説授業とみたいな、それぐらいで終わっちゃうんですよね、はい、なので年収で換算すると全然大したことない、はい、でも YouTube で授業動画とか勉強法の動画は出しづらいみたいな、そうですね、そういう契約になっちゃうので、投信側も多分もっとコマ振りたいんだけど、でも予算がないとか、あと企画が立てづらいとか、多分いろいろあると思うんですよね。だから僕も別に投信のこと嫌いなわけじゃなくて、ウィンウィンっていうかルーズルーズな感じになっちゃうのかなっていうふうに思って、はいはいはい、投信を取るのか YouTube を取るのか、僕は今回 YouTube とか自由な身を取ったっていうところです、ね、まあそこ同じですね自分でできるんだったらわざわざ投信という看板に頼る必要はないんで。でも言ってた通り、その逆もしかりで、投信という看板とか大手予備校の看板がないと自分一人でやっても何もいかないっていう人もいっぱいいますので、簡単に俺人気があるんだからって勘違いして看板を取っ払って、それでポンって出ていくっていう人はかなり危険。その中自分で塾開いて失敗する人っていっぱいいるんでね、それでもしかりなんです。だからどっちがいいとかじゃなくて、どっちが向いてるか、もうやってたから自分で絶対やめるやんって思いながらやったんですが東進のオファーはどうやって来てたんですか。そうですね、ツイッター僕もともとやってて、プログラミングの対策とか補習の発信してたんですよね、うん、それを見つけた角川の敏腕の編集者 Y さんっていう有名な方がいるんですけど、その編集者の方から突然メールが来て、それでやり取りをして、角川の偉い人と東進の偉い人がつながってて、そこで紹介を受けて、東進の採用面接が何段階かあって承認が降りて、それでようやく東進の先生になったっていうところで、まず映像テストで撮って社長
を見ないといけないですから、それで OK が出ないとダメっていう感じですからね。そうですね。倍率が20倍ぐらい、奇跡的に受かってというところ。20倍か。もう情報で20倍なんですね。そんなにいるんだ。英語の倍率は桁違いですけどね。なんたって母数がとてつもないですからね。英語の講師ってとてつもない人数いるんで、その中で入るのとっても大変なんですよ。入って決まったっていうようになって。入った時は嬉しかったっていうことですね。その後でいろいろのしかかってくるわけじゃないですか。何の連絡もない期間がドーンと来るわけですよね。そうですね。丸9ヶ月間連絡するって言って連絡がない期間とかはありましたけど、これ以上言うと名誉毀損とかって言われても僕は苦しいので、あれですけども。大丈夫ですよ。だって契約不履行なのはあっちだもん。だって何個も与えるって書いてあるじゃん、契約書に。それを守ってないのは向こうですから。マネジメントしきれないみたいなところはあるのかなと思って、うん、基本的には上司の顔を伺うだけの仕事だから、社員たちね、多くの、全員じゃないですよ、真面目にすごくやってくれてる方もいますけど、大体そういう人たちは辞めちゃいます。なんでそういう状況だっただろうから、しょうがないかな。同じ立場、似たような立場ですから、人事の人は売り込もう売り込もうと、僕を売ろう売ろうと頑張ってくれてるのに、評価の方は上の上司たちの目を見るだけなんで何もないので。で、英語の場合は過去問演習とかがあったりするんで、仕事は多少あるので絶対ないみたいなことはなかったんですけど、まあ、特に僕は難関大担当だったんでね、先生たちやりたがらないんで難しいところ、英語ってめちゃめちゃ難しいですから、そういうのがまあ回ってくるみたいなのはあったんですけど、情報は、うん、過去問演習なんかないし、情報関係基礎の時代の過去問だったらあるんですけど、それをやって果たして情報一の対策になるのかっていうことを、多分その当時の教務の人たちの偉い人たちもよく分かってなくて、僕に聞いてくれればいいんですけど、なぜか会議の時間もなかなか設けてくれなくて、だから話が進まないんですよね。もっと僕のこと頼ってくれればいいのになーって思いながらずっと待ってるみたいな、ただひたすら待ちの時間が続くみたいなところがあったっていうのはあります。一番最初のツイート見た時からそれが分かってましたからね。その未来がたったの1ツイートが見えてたんで、それで移籍がするというか辞めるだろうなっていう中で、武田の話で、そうそう、平先生が繋いでね、あ、まあそうだろうなと思いながら、全然驚きもしなかったし、平さんから言われた時に、ね、藤原先生のこと知ってますって言われて、あ、知ってますよ、藤原先生が武田に移籍したいって言ってるんですけど、時に何にも驚かなかったですね。当然の流れだと思いながら、すぐに OK したのはもう分かってたからですね。どこに移籍しようかなって考えて、意外とこの寸大とかはそもそも雇う気がないというか、あの情報の先生を何人も確保するつもりがないみたいな方針があって、なので大手の三大予備校の中だと、まあおそらくヨゼミかなと思って採用試験受けたら、ヨゼミはポンって受かっちゃって、じゃあヨゼミにするとして、あと他にどこにしようかなって考えた時に武田塾と、あともう一個どこかなって思った時に河野玄斗ってめちゃくちゃ天才だなと思って、多分将来性あるなと思って、将来性あるね、次の時代を作るのが多分ここら辺の塾のどっかしらなのかなと思って、武田塾とヨゼミ両方いていいって、ヨゼミも OK してるのがね面白いんですよ。ヨゼミに採用面接に行った時に、うん、武田塾には所属したいってことを強調したんですよ。河野玄斗とも一緒にやりたいってことは強調してたので、許してもらってるっていうところですね。これでぜひ武田塾にヨゼミの先生たち出ていただければ、赤本チャンネルとかとも親しくなってやっていければ相乗効果でみたいな、先生たち NG なんで出れない他の塾のチャンネルとか、そういうのがあったりするんで、橋渡しになっていただければね、それはありがたいなと思いますけどね。そうですね、ヨゼミの先生で世界史の伊藤敏先生っていう先生がいらっしゃるんですけど、うん、僕のチャンネルにも出ていただいていて、はい、一部の先生はコンプライアンス的に良ければ全然 YouTube 出れますよっていう話はあると思います、うんうん。じゃあ武田はどういう感じで、で僕受けてちゃんと高田先生とかにねお話をした方がいいですよっていう風にね、その後高田先生と話したところですね。そうですね、高田先生にツイッターのダイレクトメッセージ送ったら、ぜひぜひみたいな、お話お願いしますみたいなところで、いくらぐらいで給料いけますかねみたいな、そんな話までしたんだして、ただ情報っていうピンポイントだけでやると動画も毎月何十本で出せるわけではないので、そうそう、うん、月1回ぐらいの収録になっちゃうかもしれないですけど、ぜひお願いできますかみたいなところで落ち着いたっていう話ですね。大体のルートっていうのはもちろんできてると思うので、うん、あとはもっと細かいところの動画を出すっていうんだったら、僕結構協力できるところあるかなと思いつつ、うん、数学とかも出していくんじゃないですか。そうですね、僕はもともと数学が実は専門の人間なので、企画をいただければ全然対応はできるよっていう状況で、武田塾英語科しかずっと存在しない状態だったんで、数学科とかあってもね、今後ねいろんな科も作っていけたらいいんじゃないかなみたいな話はずっとしてたんで、じゃあ河野さんとこはどうやって
決まったんですか？ YouTube チャンネルで新しいオフィスができました、うん、スタッフ募集ですみたいな YouTube 出してて、うん、僕その渋谷のオフィスに行ってみたいなって思ったんですよ。一回お邪魔させていただけますかっていうのを Google フォームか何かで気軽に送ったら、うん、トントン拍子でその2日後ぐらいには行って、うん、河野玄斗さんお話しさせていただいて、はあ、最高の待遇でお願いしますんでみたいな、あとは一緒に YouTube も撮らせてくださいみたいな、それぐらいの勢いで進んだわけですね。行動力ありますね。そう、何でも応募する、バババババッと、これいいなって思ったら一応メッセージは送るっていうのはありますね。おお、なるほど、すげえ。東進だったら安河内先生とか、はい、あと数学のトップの某先生であるとか。某先生にする必要ないけど今後じゃあヨゼミでは映像授業なんですか、まあ、対面もあるんですか？そうですね、一回夏期講習で全校舎回るっていう話が今出てて、はいはいはい、なので対面は一応やるんですけど、ただ僕の体がいつまで持つかわからないっていうか、うん、このスケジュール的な話で、うん、このイズムはどうやってやるんですか？映像授業中心で、自宅で収録したりとか、渋谷のオフィスで収録したりとかっていうところで組み合わせていい授業を作って、それを販売するっていうところで、中田塾では情報の情報を発信して、これは楽しみでございますね。いち早く情報っていうところに目をつけてね、授業だっと出てますかね。東大も使うって言いましたからね。ということで今後竹田塾チャンネル等で出ていきますので、ぜひ見ていただければなと思います。ということで今回藤原先生においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。